はい、こいらい .com 新聞社員兼教育 YouTuber すっちーと申します。箱根駅伝、青山学院大学優勝おめでとうございます。あ、私もちょっと行ってきまして、その時に原監督の胴上げも少し見させていただきました。ということで今回青山学院大学の強さの裏側ということで、原進監督、あの講演をですねもうやっていただいておりますので、原監督の、がもう指導されている青山学院大学なんでここまでこう強いのかと、もう6年間で4連覇して去年準優勝でまた優勝ということで、6年間で5回優勝してるんですね。もうすごいですよね。ということで、まあ、原監督、まあ、去年もですね準優勝されて、でそれでもうテレビ番組とかいろいろ出られて、こんな番組とかで大丈夫なのか、いつ指導されてるのかっていうような声もねちらほら私も聞いたりするところではありますので、それはもしかしたら歴史を知らないからかもしれないですね。原監督がなんとあれですよ、もう2004年から就任されてまして、でそれから初優勝まで10年以上かかってるんですよ。ここの間の歴史があってからこその今ということがまずポイントとしてあります。でそれは、ここに書いてます。それ政治に応じて指導法を変えていくんですね。でステージは4つあるというお話をされるんです。でそれはステージ1がティーチング期で、ステージ2が自覚期で、ステージ3がコーチング期で、ステージ4がサポーター期ということで、この順で、指導方法を実践していったからこその今というようなお話をされています。でそれでまずですね、ステージ1っていうのはティーチング期なんですね。でその時は原監督まず就任された時は、あの箱根駅伝の出場選手でもなかったですし、監督の経験もない状態で、電力会社でもう働かれてたんです。働かれてて、でそこで、まあ、新規事業の立ち上げだったりとかそういったものを経って、その段階でこう抜擢されてるので、その時にこうビジネスマン、ビジネス界のそういう、まあ、今までやってきたことだったり、そういう学びをこう陸上界にも応用することで、花開くんじゃないかっていうことで、ご自身もいろいろ試行錯誤してこうやられて、でそれがもう花開いてるっていう状態ではあるんですね。で、まあ、今回、そういったお話した上で私のちょっと学びっていうところも少しだけお話しさせていただきます。でまずステージ1っていうところはティーチング期で、ここは規則正しい生活の徹底っていうところなんですね。もう寮生活っていうのをやられていらっしゃるので、まあ、それを寮生活を通じて、もうあの陸上界で言えば規則正しい生活とって、適切な栄養補給をしないことにはどんないい選手でも発揮できないですよね。なのでこのこれを徹底されるってことにまずですね、もう3から5年ぐらいもかかってるっていう話をされるんですね。でその後に自覚期、これは各学年長に少しずつ自らやってたそのティーチング の, 手法を権限以上してやっていくと。でそれを経てからのコーチングに入るという話ですね。投げかけをして考えると。でそれをもうそのコーチング期も経てサポーター期に入ってる、まあ、今、外部指導者っていうのも招き入れて、いろんな管理体制でそういうですね今の青山学院大学陸上部っていうのを作られているという話をされます。でこれがポイント、これなかなか私もですね声聞くまでは知らなかったですし、あそうだったらなるほど強いですよねっていうことが分かりました、なのでこの流れがあってのこその今なんですよっていうことなんですね。でここでステージ1と2を仮に飛ばしてしまったらどうなるかっていうと、適当なチームとかチャラいチームになってしまうということなんですね。なので断片的に原監督がやっている、ああいう感じで指導すればいいのかっていう、まあ、コーチングをもう最初からやればいいのかとか、まあ、そういうふうにやってしまうと失敗してしまうっていうことなんですね。なのでこの流れを知った上で、見ていかないとなということですね。で私のちょっと学びっていうところ、今回学びです。これは陸上界でこの成果が
もちろん出てはいるんですけども、いろんなところに応用できるなと。まずはその業界、まあ、私もこの講演業界というのをやらせていただいてますので、この業界の基本を大切にする。で、その上でアイデアを生かしていくと。例えば、まあ、私も、まあ、講演ね、長年こうやら業界でやらせていただいてまして、今はその上で、まあ、YouTube とかね、いろいろアイデアを自分なりにこうやっていくっていうところもこう共通できるかなっていうふうに思っております。あとは断片的に物事を判断しないということですね。で、判断流れをしっかり見た上で物事を判断しないといけないなということが今回の学びではありましたので、ぜひ皆さんの、働かれてる業界だったりとか、まあ、いろんな、まあ、趣味だったりとかも含めてですね、ぜひ参考にしていただければと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それではチャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いします。40名超えましたので、はい、ではまたよろしくお願いします。